パリへ向かう1ヶ月、俺たちは敗走するドイツ兵を追い詰めていった。だが追い詰められた毒蛇のように、奴らは最後の攻勢に打って出るだろう。名を成すためには何でもやる覚悟はいる。特殊作戦執行部、SOE との共闘であっても。でかいことが起きそうだ。そうだな。デイビスが来てる。レジスタンスからの情報によると、 V2 ロケットを積んだ列車がアルジャンタンの近くで補給を行う。我々のチームが配置に着く時間は十分にある。阻止するんだ。お前たちがマリニーで示した力をまた見せてもらいたい。光栄ですが、一個招待だけでは荷が重いかと。だから SOE と組ませるんだ。かなり忙しそうだな。心配いらない。そっちの分も残ってる。ビビアンとクローリーはレジスタンスと行動を共にして地理にも詳しい。彼らに従え。マリニーの件は聞いた。見事だ。皆の功績だ。任務を果たしただけだ。あれは素晴らしい成果だった。いいか、これはただの列車じゃない。動く要塞だ。レジスタンスの橋渡し役のルソーが動けないとなると、俺たちだけで何とかする必要がある。パリの運命がかかっているんだ。ベルコロに降下した時を思い出すな。ゲシュタポに奇襲をかけた。思い出に浸りすぎだ。あれがターゲットだ。ドイツにもいいところはある。列車は時間通りだ。やたらでかい列車だ。それにあの装甲、装甲列車だ。あの V2 の射程は320キロ。パリも攻撃可能だ。発射場に行かせはしない。前方に動きあり。よし、あいつらを排除する。それを合図に前進するんだ。ダニエルズ、マリニーでは大活躍だったな。火力支援してやれ。よし、進め。全員かがめ。サプレッサーを使え。スナイパーを始末しろ。ナイフを使え、ダニエルズ。よくやった。次は将校だ。さあ、やれ。将校を撃て。ターナー、何人か連れて家の外に回れ。ダニエルズ、クローリーといて。そのまま進め。気をつけろ。え、いいぞ、行くぞ。スナイパーをやれ、ダニエルズ。
ハンドルを握れ。撃ち続けろ。
今行く。しっかりしろ。嘘だろ。信じられねえ。生きてるなんてな。こいつは異形だぞ。スタイルズが取ってるといいが。ピアソンがそんなことする暇を与えると思うか。危ない。ついてこい。正体のところへ連れて行く。待てよ、誰だあんたは。友人だ。さあ急いで。必要なら救急キットを使え。ダニエルズ、救急キットがあるぞ。救急キットをくれ。ほらよ。お前の知り合いなんだろ。ああ、ルソーに会ったのか。マキ所属のレジスタンスだ。彼女はドイツ兵を殺した。まず尋問してもよかったんじゃないか。奴らにそんな価値はない。生きてたのか。だいぶ派手にやったな。列車は止める手はずだった。壊すのではなく。計画通りに進まなかったのは悪かったが、おかげで周囲にあるドイツの前哨基地が警戒態勢になったから、さっさと移動するとしよう。いいな。任務を終えるまではダメだ。違うか、少佐。残骸から機密情報を確保する。俺とザスマンはあの列車から生き延びた。そしてタフなフレンチギャル、ルソーと合流したんだ。彼女はレジスタンスのメンバーで、何かの書類のために俺たちを救い出してくれた。パリでの作戦のため、それが必要だったんだ。俺たちにも仕事をくれた。列車を吹き飛ばしたことで、パリ解放への時間稼ぎができた。これよりレジスタンスは、回収した書類を使ってナチスの拠点に忍び込む。もちろん俺も参加する。